ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は。野村古道作。池田大輔、鳥毛全集その一より。毒の白酒。この作品は昭和二十九年、千九百五十四年、刊行されました。それでは、本文をどうぞ。 第一章「旦那大将親分!おやぶん」。春の日に生暖かくなっている尾長屋の縁側に波乱灰になって雨屋の千太郎少年は承知の中の池田大輔をこんな調子で呼ぶのです「相変わらず変なことを言うやつだなんか用事があるのか?」。大助は読みさしの本を伏せて 机に向かったまま、承知を半分ほど開けてやります。おみのさんが心配してるぜ。旦那様があんなに初見ばかりしていなすっちゃ、お体に触るから、少しはお気晴らしのためにどこかお誘いしておくれって。ていだね、おみのさんは。これこれ、馬鹿なことを申すな。みのはまだ嫁ぎり前だ。定いというやつがあるか。へ <laughs> うまくいってるぜ早く池田氏と祝言させなきゃと石子の旦那は言っていたぜなんという口を聞くのかもういい用事がなかったら帰れ池田大助も驚きましたこの飴屋の少年とつきあっているととんだ顔を赤くしなければなりませんもっとも桶屋大五郎の子に生まれた大助は。 越前神に見いだされて私文に取り立てられたにしても決して昔を忘れたわけではなくこの雨屋の千太郎少年の無礼をとがめる気にはなれなかったのです用事は終わりさ神楽坂のとっさんのことづてを持ってきているんだぜ粗末にしてもらいたくねえよ何父上のお伝言それはどんなことだまずこっちへ上がれ 池田大輔は思わずひざをなおします「げんきんだぜ」「けいれけいれ」と言ったのが神楽坂のとっさんの話が出るとこっちへ上がれだってやるへっ誰が上がってやるもんか仙太郎は急に強くなりましたまあいいお前にはかなわないよ上がって菓子でもつまむがよかろう落眼のうまいのがあるぞ美のに茶を入れさせよう。 そう話が分かったら上がってやる」。仙太郎はなぎなたぞ草履を脱ぐと足のほこりも払わずにのこのこお座敷に入ってゆくのでしたところで父上のおことづてとは何だ池田大介は仙太郎の食欲の満足した頃を見計らって静かに問い進みました。なんでもないよ。以前 人形ならぬお世話になったうちのお嬢さんが神楽坂のとっさんにお手紙を届けてよこしたんだとさそれだけのことだが年寄りじゃどうしようもないからお好きばしのせがれなところへ持って行ってくれと言うんだお上の御用で忙しかろうがこの手紙を読んだ上お嬢さんのお力になれるものならなんとかしてやってくれと言うのだ仙太郎はそう言いながら 雨箱をガチャガチャさせて、雨の粉だらけになった手紙を取り出し、池田大輔の膝の前に押しやるのでした。そんなことなら早く出せばいいのに、大層もったい。ふるじゃないか。どれどれそうでもしなきゃ。おだちんの落雁が出そうもなかったぜ。仕様のないやつだ。言いながら大介は半紙。いっぱいにべっとり書いた。 手紙ののを机の上で丁寧に伸ばしました。それはまことにたどたどしい文句ですが首席は思いのほか美しく大体の意味は「私はこのまま死ぬかもしれない一日一日体の弱っていくのが私にもよくわかるが本堂の徳安様は身内に病があるわけではない気を大きく持って養生をすれば」。 自然に治るるとおっしゃるけれど私は死神に取りつかれているような気がしてこれが奔復するとはどうしても思われない現に黒装束の恐ろしい死神が私の枕元へ毎晩現れて私をあの世とやらへ引きずっていくような気がしてならない誰かこの私を助けてくれるものはないだろうか私の命はあと3日とは持ちそうもないあの 不気味な青い顔をした死神を引っ張って私を助けてくれるものはないだろうか私はもう手紙の文句はそこでプツリと切れておりますこれは容易ならぬ手紙だ書いたのは何という人で誰が神楽坂の父上様のところへ届けたのだ池田大介も居住まいを直しました 青い顔をした黒装束の死神が毎晩来るという言葉がひどく不気味なものを暗示しているのですそんなことを知るもんか神楽坂のとっさに聞くがいい仙太郎少年はけろりとして残りの落眼をつまむのでした第二章小石川金富町の公儀御用ご所属し、 小沢丹後はその時52歳の時歳分別男でした。もともと先々代丹後の承服の出で19年前よう早くした兄の後を襲って小沢の家業を継ぎましたが兄の忘れがたみお君というのが成人の上はそれに婿養子をして小沢の家を守ることに 親類一等の申し合わせができておりました。そのおきみという名重苦になったばかりのめ滅法を可愛らしいのが、この間から原因のわからぬぶらぶら病にかかって次第に頼み少なくなってくるのでした。もっとも、小沢丹後には、名のおきみと同じ年の重苦になる丹三郎というせがれがありました。 これはさはじけた若者で、ひかどものになりそうに見えましたが、十七の秋から堂落の味を覚え、箸にも棒にもかからぬ厄介者になっております。例えば、悪書がよいの金に詰まって、嘘はつく、物は持ち出す、親類や知り合い銃を借り回る、それで足りなくて近頃は、防犯、詐欺までやって、 事件は内分に済ませましたが親類一等から感動を要求されているありさまだったのです小沢丹後の家は裕福で満ち足りておりましたが内儀は56年前に亡くなって家族というのは主人の丹後のほかにはせがれの丹三郎と姪のおきみだけ奉公人は手代の喜八佐吉の2人のほかにおはやという お君の乳母だった。50女と下女のお松だけ、そのお松が手変わり、前に急に暇を取って、その代わりお松のいとこのお鷹という娘が手伝いに来ておりました。そのお鷹というのは、色の黒いキリリとした。娘でいとこのお松に比べると雌牛と猟犬ほどの違いがあり、主人の単語もこいつはとんだ。掘り出しのだ。 と一番喜んだのはめいのおきみで23日たつうちにすっかり打ち解けて今ではお高を朝から晩までそばに引きつけておくようになりそのせいかいっとき頼み少なく見えたのが次第に元気を回復して医者の特案もこの分ならばと一応忠忠を開くほど元気づいてきました。 こうして下女のお鷹が来てから七日目、詳しく言うと、三月三日、桃の節句の前の晩、大変な騒ぎが起こったのです。た、大変でございます。旦那様。主人、丹後の部屋へ転げ込んできたのは、うばのおはやでした。何を急ぐのだ。丹後は、長面かなんかを調べていた顔を静かに振り仰ぎます。

廊下を一足飛びにせがれの部屋に駆けつけるのですひな壇形ばかりのささやかなのを右に見て奥の六畳のせがれの部屋に飛び込んだ主人タンゴの目に映ったものはまことに生産極まるものでしたはっ、馬鹿め、あれを飲んだのかタンゴはせがれの襟紙を取ってちょうど石棺でもするように首を起こさせました 舌半面から胸へ畳を染めてて々んてんたるドス黒い血たった一目でそれは恐ろしい猛毒にやられたことは疑いもありません町内の本堂徳安は向かいにあった手代の木八と一緒に坊主頭で火事を取って駆けつけましたがもはや蔵婦を破られた丹三郎を助ける工夫はありません徳安先生 せがれを助ける工夫はないだろうかあの心象を半分あげてもよい解毒の工夫は丹後は目の色を変えて徳庵に迫りますがダメじゃ私の手には及ばぬいやいかなる名医でもこれを助ける工夫はあるまい愚郎が危機も及ばぬ猛毒にやられている多分何番物だろう珍毒半妙武士 そんな生やさしいものではない。特安はタンザブローの消えてゆく脈を取りながら坊主頭を振るのです。やがて真夜中ごろ、タンザブローはまったくこと切れました。これはグロー一存では取り計らいかねる。一応お検視をお願いしなければなるまいが、いったい若旦那は何を食べられたのじゃ。特安は。 さすがに職業意識に立ち返りました。晩のお食事は皆様と一緒でございましたが、ウバのおはやはみんなに代わって答えました。五十前後の忠実そうなその代わり少し頑固らしい女です。それから寝る前に酒を飲ませるとおっしゃいましたが、お旦那様がやかましくて時間ごろは。 に酒を置かないことにしておりますのでそう申し上げますとこんな屋台で酒の用意もないとはなんというしみったれた心がけだと大層お腹立ちになって「白酒でもいいから持ってこいまさか三月の二日に白酒がないはずはあるまいと」とひな壇から白酒のとっくりを持ってこさせて一本みんな開けてしまいました「まだ一本残っているだろう」。 <laughs> ではそれを持ってきてくれこれも医者の役目だ封印をしておくから役人が来たら渡すのだはいおはやはひなの部屋へ行って言いつけられた通り一本の白酒のとっくりを持ってきましたもう一本若旦那が飲んだとっくりは見つかりませんが確かひな壇の前にあったはずですがそれは困ったが そうまではグローの役目ではない。それではは特案そこまで運んでさっさと帰っていったのですそれと入れ替わりに来たのは土地の御用聞きで伝通院の並吉名前は小池ですが当人は頑強な五十男で黒金で射抜いたような感じの男です